どうも、こんばんは、ネムです。さあ、今回は東京グルカルナバルチャレンジクエストの特等なめんなをやっていきたいと思います。攻略動画ですね。なんかちょっと需要があるみたいなんで、上げさせていただきます。はい、というわけで、今回使っていくパーティーはこちらです。秘めたる力ひなみの短期攻めですね。フル覚醒させてあります。まあ、ひなみの特性としてですね、一発で死なないみたいなスキルを持ってる、能力を持ってるんで、黒岩の範囲攻撃、高ダメージの範囲攻撃をまあ耐えられると。で、スキルを貯めて、まあ、範囲攻撃で、倒していく、じわじわと倒していく時間はかかるんですけど、マエンとかリオに比べて、壁役に比べてね、確実性があると思うんで、ミスさえしなければもうね、負けることはないんで、こっちでやっていきたいと思います。今回ちょっとね、動画時間あんまり長くしたくないっていうか、もう本当に立て勘してる時間帯っていうのはもうやることないんで、ちょっと有利属性で生かしていただいています。篠原のね、篠原を先に倒して黒岩を先後に倒すんですよ。なんで今回篠原を、俺が使ってるひなみのね、有利属性である剣にして、黒岩の方を質、にしてるのという形になってますね。じゃあまず最初はここで横貫です。木箱が壊れるように横貫でここに入ります。で、入れたらあとはもうずっとここで盾ですね。でも俺どうやってやってたかな、ここ、まあ、とりあえず盾に行ってみようか。ここね、最初がちょっと難しいんですよね。ここかな。あ、いいですね。もうあとはずっとこれの繰り返しですね。で、なんて言うんだろう、もうあと黒岩のスキルが来るまでもうずーっとここで盾貫です。まあ見てて面白くないと思うんで早送りするんですけど、じゃあちょっとやっていきますね。スキルが来るまで、はい、来ましたね。まあ、ターン数にして90ターンです。90ターン目で篠原じゃねえわ、黒岩の範囲攻撃が飛んできます。ここでですね、もう傷つけないでを発動してあげます。はい、もうあとはこの繰り返しですね。まあ、本当長いんですけど、ずっとね、縦貫してあげて、スキル貯めてあげて、
でスキルが溜まったら、使ってあげます。いいですね。まあね、この縦感をミスると軌道修正が難しいんですよね、本当に。次ぐらいかな、次ぐらいに多分また範囲攻撃が来るんですけど耐えれます。危ない危ない、さっき一回ミスったんですよね、ちょっとターン溜めてるときに。来ましたね、これがまた範囲攻撃です。耐えれます。まあ余裕なんですけど、ちょっとねミスが怖いんですよね。でここで今回は篠原の方を先に倒したいんで、有利属性の剣を、篠原にしております。なんで2人とも同時に攻撃していっても大丈夫なんですけど、有利属性の剣が黒岩の方にあっちゃう場合があるんですけど、そういう場合はですね、ちょっと、調整してあげる必要がありますね。いや待って、これどうなんだろう、バックアタックみたいになってなかったか、さっき。まあやり方さえ分かってもらえればね、篠原の方が先に倒すっていうことを分かってもらえれば、まあそれだけでいいんですけど。あ、待って、俺さっきスキル使ってなかったかもしれない。じゃあね、まあまた早送りしますかね。
よし、まずは篠原を、倒しましたね。まあ、必ずこの時ですね、必ず篠原の方を先に倒してください。でないと黒岩のスキルがね飛んできて HP が、低くならないと雛見の範囲攻撃のスキルが打てなくなってしまうので、まあ、必ずもうこれは最重要事項なんです。篠原を先に倒してください。まああと黒岩も一発ぐらいなのかな。次で死んでくれたらいいんだけど。はい、というわけで、特等なめんな秘めたる力ひなみでのクリアでした。いかがでしたでしょうか。クリアしたターンは何ターンだっけ、ちょっと見忘れたんですけど、いやー結構辛かったですね。うん、久しぶりにやったこれは。まあ縦感さえね、ミスらなければ安定して勝てるんで、時々ね、早送りの方を見てくれた人ならわかると思うんですけど、時々ミスってたんですよ、2、3回。その時にどう軌道修正していくかっていうのが、まあ重要になってくるのではないのでしょうか。ひなみなんですけど、SR のひなみでもいけるっぽいです。僕は SSR の方を持ってたんで、SSR の方で行ったんですけど、まあね、持ってる方いたらぜひ試してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回は、チャレンジクエスト特等なめんなの確実に勝てる方法の紹介、実況紹介でした。ではね、皆さんレイドイベント頑張ってください。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。疲れた。